いいたします。ありがとうございます。はい、とっても可愛らしい衣装で来てくださいました。お願いします。いつもは4名の皆さんで来てくださってるんですけど、はい、今日はより一層華やかですね。6人で来ました。はい、ありがとうございます。ちょっとマイクが足りなかったので2本有線マイクにしちゃいました。はい、ごめんなさい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。それでは改めて自己紹介をお願いします。はい、MC 岐阜応援隊隊長の北野瑠香です。お願いします。はい、MC 岐阜応援隊副隊長の太田彩香です。お願いします。はい、MC 岐阜を今日は応援しに来ました上村優香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お尻の拍手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本物こと愛川穂中です。よろしくお願いします。お願いします。はい、水野愛理です。お願いします。はい、お願いします。はい、今日はスタジアムライブも行われるということで、はい、素敵な衣装で来てくださって、何か衣装のポイントとかあるんですか？これはちょっと季節に合わせてね。はい、あのこの後ちょっと今上は T シャツなんですけど、はい、スタジアムライブの時はちゃんと衣装を着て、はい、ちょっとあったかさ重視で、はい、季節に合わせた衣装で、はい、当て込みました。はい、FC ギフのユニフォームと FC48の衣装のコラボレーションが見られたってことですね。はい、ありがとうございます。はい、今日ワールドフェスが行われてまして、はい、会場で、ま、女の子向けのイベント、ま、肌の水分チェックだったりとかガールズグルメが出てたりとか、はい、いろいろ楽しいイベント盛りだくさんなので、今日は皆さんとガールズトークをしていきたいなと思います。お願いします。はい、まずは第一つ目の質問なんですけれども、屋台村で今ガールズグルメがいろいろ出されてるんですね。はい、まあ、ちょっと食欲の秋っていうことで、皆さんがこの秋食べたいものとか作ってみたいものとか何かありますか？おー、この秋、食べたいものはもう栗きんとんですね。おー、栗きんとん、いいですね。中津川さんの栗きんとんが大好きで、はい、毎年のように食べるんですけど、まだ今年食べれてないので、はい、はい、食べたいなって思います。いいですね、おすすめです。みんなにも食べたいです。食べたことありますよ、おしりさんも。え、食べたことないかもしれない。有名なのは知ってますけど、そうなんですね。なかなか手に入れられないじゃないですか。うん、ちょっと食べたことない。確かにね。ちなみにいろんなお店あると思うんですけど、プリキントン、なんかお気に入りのところとかあるんですか？川上屋さん、いいですね。はい、私あの栗一筋っていうの、栗きんとんの大きいモンブランみたいなのすごい美味しいので、ぜひ皆さんも食べてみてください。食べたい、はい、ぜひ。では皆さん、他の皆さんいかがですか、この秋食べてみたいもの。秋関係なかったら、秋食べたいものって言ってるじゃん。牛タン麺話してて、はい、そう、この後あの私たち、ね、このイベントが終わったら名古屋に行って、はい、またイベントがあるんですよ、SKE の。そうなんですね、忙しい。そう、でもそれがなかったら牛タン麺行きたかったよねっていう行きたかった。そう話をしてて、ちょっと今日は行けないんですけど、そう、またね、岐阜にみんなが来た時に、はい、ぜひ、あの、お母さんが連れてってくれるみたいな。わー、お疲れ様です。あなた足だからね。私運転。運転。大丈夫、みんな乗れる？免許持ってないから、みんな。あなただけですから。いいですね。まあ、一回行ってたり。岐阜といえば岐阜タンメンですもんね。そうですね。はい、ちなみに私今日食べに行く予定あったのでびっくりしました。いいなですよ。食べたい。ちょっとまた感想言います。はい。はい、他の皆さんいかがですか？この秋食べてみたいもの。もう私も関係なくなっちゃうんですけど、全然秋って言ってるじゃん。でも違う、でも寒くなってきたんで、あの、お鍋を。あ、いいですね。何鍋がいいですか？何鍋、ちょっとあの、赤から、赤からですよね。赤から、辛いやつがやっぱ暖かくなって好きですね。いいね。
確かにいいですね、辛い鍋美味しいです、はい、前も激辛祭りもやってましたもんね、スタジアムで、はい、はい、ぜひ辛い鍋食べてください。はい、この皆さんどうでしょうか。あそこの焼きそばが食べたいです。全国焼きそば、全国焼きそば食べたいです。いい匂いがしたいです。めっちゃいい匂いがして、そう、毎回私たちはあの焼きそばを食べてるんですけど、本当に皆さん美味しいのでめっちゃおすすめです。はい、うわ、ぜひ食べてください。美味しそうな匂いが、いい匂いですよね。優しい。はい、そう、仙石焼きそばさん、目玉焼きついてるのが私的に。そうなんですよ、推しポイントですね。それ、はい、いや、そうですね、ぜひ皆さん屋台村もいろんなグルメ今出てますので、ぜひ食べてみてください。はい、いかがですか、他大丈夫そうです。アイリは？いいです。うまくなかった、どうしよう。あれです、栗きんとんですね。ちょっと、言った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 話言った言った言った、やっぱ食べたいし、焼き麩タンメンもね、言った言った言った、食べたいなって思ってたんですよね。そうなのね。そうなんですね。あ、ちなみに水野さん、前誕生祭をやられたっていうことで、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。二十歳になったんですよ。二十歳なんですね。いや、はい、すごい。お酒飲みたいな。やめてやめて、こんなとこで言う。いつかはなんかお酒飲みながらちょっと観戦みたいな、サッカー観戦みたいなこと、もうちょっとなんか大人っぽくていいよね。いいね。今日飲みながら。ダメです。ダメ？はい、仕事やってますね。ダメです。ダメ。プライベートなら OK です。はい、プライベートならいくらでもいいんですけど、仕事中なんで。じゃあトーク会前に飲んで。ダメだ。ダメです。ダメです。トーク会ベロベロやん。やめてよ。会話できなくなるからやめてよ。深いトークができるかもしれないですね。はい、では皆さんいかがですか、大丈夫そうですか、この秋食べたいもの、はい、こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ次のガールズトークの質問に行きたいと思うんですが、はいはい、今日お肌の水分量のチェックができるブースだったりとか、グリーンメイク体験ができるブースも出てるみたいなんですけど、うん、皆さんちょっと女子力高めるために意識していること、やっていること、もしあれば教えていただきたいです。ありすぎちゃうな。そうだよね。じゃあ聞いてもいいですか。はい、何やってるんですか。でもちょっと最近始めたんですけど、はい、筋トレを。あ、筋トレ、はい、ジムで知ってる。筋トレを始めました、ね、びっくりしましたよ。どうしたんだろうかって、ね、やっぱそれもやっぱ女子力を上げたくて、はい、始めましたね。そうなんだ。だからまだちょっとお尻筋肉痛なんですよ。あ、足とかお尻が。はい、ちなみにどういう筋トレをされてるんですか。そういう足とかお尻を中心に、なんかもう本当にこう第一次披露してよ。足を披露してよ。エアで第二足を置いて、はい、なんか3キロぐらいの重りを持って、すごい、すごい、やります。おもろい、これやばい、すごい。反対バージョンもいらないですけどね。こっちに入っちゃうからね。こっち、バランスを保たないといけない。そうそうそう。10回行こうか、10回。いかがですか、皆さん女子力を高めるためにやってること。なんだろうな。でもお水たくさん飲む。あー、確かにいいって言うじゃないですか。確かに聞く。2リットル1日飲むといいって聞いてるので、今日ももう500ミリリットル飲みました。そうなんですね、すごい女子力が。そん
ね、すごい努力されてるんですね。はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、ちょっと女子力を上がる話を皆さんにお聞きしたんですけども、ちょっと今日は女子力が高い屋台村のスイーツグルメがあるんですけど、それを皆さんに食べていただきたいなと思ってます。ちょっと準備しますね。はい、なんだなんだ、かっこいい。はい、今日は6名の皆さんで来ていただいているので机が2本になっております。ありがとうございます。大掛かりな。今日はですね、トトリベファームさんから栗とさつまいものパフェと、あと花サンドさんからいろんなクリームを使ったフルーツサンドが届いているみたいなんですけども、もう花サンドが大好きで、美味しいですよね。毎回買って帰るんだよね。そう、うん、必ず朝ごはん用にも買って帰る。当日食べる用と次の日の朝、うん、食べる用に。じゃあ当日食べる用は今日ご用意したのでね。やったー、やったー、ありがとうございます。はい、明日の朝食べる用だけ今日買ってってください。うわー、美味しそう。いいなー、美味しそう。美味しそうだよ、パフェ。はい、ちなみにあの楽屋で誰がどれを食べるっていうじゃんけんをしていただいたって聞いたんですけど。はい、じゃんけんした結果、はい、花サンドは、はい、はい、はい、4人だね。アイリー、はい、北野さん、太田さん、上村さん、水野さんが花サンドですね。で、青木さんと相川さんがパフェを食べられるということで、はい、栗とさつまいもなので、ね、アレルギーある人ないです。ないですね。何がいい？チョコバナナとマロン、栗マロンホイップと、あとイチジクとチョコバナナ、ラブルベリーホイップ。ルカさん、チョコバナナがいいって。いろんな種類あるのでね、ぜひいろんな種類皆さんも食べてみてください。これもらった。やばい、取られた。いや、なんでもいいよ。いいよ、あゆか、どっちがいい？もう断面が美味しそう。これがな、栗？あ、栗なんだ。栗にする。オッケー、はい、はい、では皆さん、ぜひ試食してみてください。はい、本当にいろんな種類がありますね。チョコバナナだったり、イチゴとかキウイが乗っているものだったり、イチジクとかもいろんな種類あるので、ぜひ花サンドさんでいろんなサンドイッチも食べてみてください。あとトトリベファームさんからはさつまいもとマロンのパフェが届いております。他にもですね、今回屋台村のインスタ映えするグルメということで、ダブルベリー削りがオクトパスファイヤーさんのブースで販売されてたりとか、同じくトトリベファームさんからブドウのムースとパンナコッタのデザートもありますので、ぜひ皆さん屋台村いろんなスイーツ食べてみてください。はい、あ、皆さんめちゃくちゃ美味しそうですね。そう、そう、ぜひご試食をお願いします。皆さんもお写真撮れましたかね。大丈夫ですか？スプーンをください。すいません。スプーン落としちゃいましたか？指ありますか？ありますか？ないです。いただきます。炎を食べれなくなりました。スプーンが落ちるハプニングが。なんかでもそこら辺のお店の人くれないかな。ちょっと今スタッフが走って取りに行ってますね。おいしい、おいしい。フルーツサンド、花サンドさんはなんか生クリームがそこまで甘すぎないからちょうどいいんですよね。おいしい、超おいしい。本当に大好きです。ちなみに花サンドさんですね、クリームの種類がすごいたくさんあるみたいで、チョコとか紅茶とか抹茶とかクリームチーズとかいろんな種類のホイップクリームを使っているみたいなので、それもぜひ皆さん楽しんでみてください。行きたい、買いに行きたい。どこに？花サンドは赤い奥の方ですね。そう、赤いキッチンカーですね。うん、うん、あれか、奥の方にあります。行きたい。はい、スプーンが、あれ、届きました。あ、スプーンが届きました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ
ひ相川さんも試食してみてください。パフェのお味はいかがでしょうか。中の方にもお芋が入ってて、そのお芋も美味しい。全部美味しい。今青木さんが食べられてるのがお芋のパフェで、相川さんがマロンですね。ありがとうございます、はい、ぜひね、皆さん楽屋持って帰って残りも食べてみてください。はい、はい、ありがとうございます。それではお時間になりましたので、ステージ以上とさせていただきます。 FC 岐阜応援隊 SKE48 のステージでした。皆さんありがとうございました。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 この後スタジアムでのライブも頑張ってください。楽屋でも美味しくいただいてください。ありがとうございました。